マイケル・ポーターはアメリカ合衆国の経営学者。学位は経済学博士。ハーバード大学経営大学院教授。ミシガン州アナーバーにて生まれ、将校である父親と共に世界各地を渡り歩いて育った。1969年にプリンストン大学航空宇宙機械工学科を卒業。高校時代にはアメリカンフットボールと野球で集団表に 大学時代にはゴルフで全米代表チームに選ばれるなど運動能力も抜群だった。1971年ハーバード大学にて経営学修士号を取得。1973年には同学大学院にて経済学博士号を授与されると1982年に同学史上最年少の正教授となる。現在はハーバード大学の教授の職位の一つである。 ビショップ・ウィリアム・ローレンス・ユニバーシティ・プロフェッサーとして活動している。1983年、戦略コンサルティング会社のモニターグループを、ハーバード大学教授陣と創設、ファイブ・フォース分析の概念図アメリカを中心に、世界各地で多くの国や州の政府、及び企業の戦略アドバイザーを務め、ファイブ・フォース分析や、 バリューチェーンなど数多くの競争戦略手法を提唱した代表的著書である競争の戦略は経営戦略論の古典として今日でも多くの経営者や経営学を学ぶ学生の間で利用されており MBA 取得者が選ぶおすすめ経営学書ランキングで第1位を獲得している1980年代にはアメリカの競争力強化に関する大統領 諮問会議に出席、その結論を不満に思い、独自の研究を重ね、国の競争優位を出版する。そこでは、国の産業優位を構築するクラスターの形成と、衰退の実例を分析し、産業分析の研究に多大な進歩をもたらした。競争の戦略、時羊猿、中辻万次ハットリテルを訳ダイヤモンド社、1985。 競争優位の戦略、いかに工業績を持続させるか、時羊猿、中辻万次、小野寺武雄役、ダイヤモンド社、1985、国の競争優位、時羊猿、中辻万次、小野寺武雄、となり役、ダイヤモンド社、1992、競争戦略論、竹内弘隆役,役、ダイヤモンド社、1999、日本の競争戦略、 ダイヤモンド社2000国の競争力鈴木達也渡辺のり子上坂慎一役ファーストプレス2006医療戦略の本質価値を向上させる競争山本武氏分け、日経 BP 社2009グローバル企業の競争戦略時羊猿中辻万次、小野寺武夫役ダイヤモンド社1989ありがとうございます